さんこんにちは。今回は飯能市健康のまちづくり計画についてお知らせします。人も地域も輝くみんなで作る健康のまち飯能にしましょう。市では飯能市健康増進計画に基づき市民の皆さんの健康づくりに取り組んでいます。この度食育を推進する飯能市食育推進計画を新たに盛り込んだ飯能市健康のまちづくり計画を策定しました。今後はこの計画に基づき健康のまちづくりをさらに推進します。第2次飯能市健康増進計画。健康づくりのビジョンとして、いつでも自分らしさを持って社会に参加しながら充実した生活ができる街を目指します。健康づくり基本目標は、自分の健康は自分で守る力をつける。健康な生活習慣が定着し、生活の場で継承される健康の街を作るです。取り組みの柱とスローガンです。食の取り組みの柱は野菜、スローガンは野菜を3倍食べて伸ばそう健康寿命。運動の取り組みの柱はウォーキング、スローガンは目指せウォーキング人口3万人です。飯能市食育推進計画基本目標は、人と人との絆により食事の喜びや楽しさを知る食育の実現です。目標を達成するためにポイントとなる5つの食として、 1. 考える力を養う食、 2. 体の基礎となる食、 3. おいしいねと魔法の言葉が言える食、 4. 文化伝統をつなぐ食、 5. 優しい気持ち感謝の気持ちが生まれる食。これらを実現することにより、野菜の摂取量の増加を目指します。皆さんもできることから健康づくりに取り組み、楽しみながら続けていきましょう。お問い合わせは健康政策課、電話 974-7500 へお願いします。以上、飯能市健康のまちづくり計画についてお知らせしました。それでは引き続きウィークリー情報をお伝えします。4月14日日曜日、マス釣り大会子ども初心者釣り教室が飯能河原で行われます。同じくエコツアー春の山里散歩根の権現への道と、八津田で面白体験エコツアーが行われます。4月16日火曜日、1歳6ヶ月児相談が保健センターで行われます。4月17日水曜日、市民よろず相談が総合福祉センターで行われます。4月19日金曜日、リユース品販売会がクリーンセンターで行われます。4月20日土曜日、エコツアー湯がての春を楽しむ観察会と山菜採りが行われます。以上、ウィークリー情報をお届けしました。続いてその他のお知らせです。保険年金課からのお知らせです。国民健康保険加入の方へ、平成25年度特定健康審査人間ドックのお知らせです。飯能市国民健康保険に加入の皆様に、平成25年度特定健康審査の受診券を4月上旬に送付します。受診期間は平成26年3月31日までです。1年度に1回受診してください。受診方法、医療機関については同封のパンフレットをご覧ください。
特定健康診査とは、生活習慣病になる前の段階で異常を発見するために行う健康審査です。対象は国民健康保険に加入している40歳から74歳までの方です。検査項目は問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査です。費用は無料です。また特定健康審査の代わりに人間ドックを受験することもできます。対象者は人間ドック受験日に35歳から74歳の方で、国保税に未納がない方です。人間ドックでかかった費用に対し23,750円の助成を行います。人間ドックを受験する場合は人間ドック受験票が必要となります。保険年金課へご連絡ください。人間ドック受験票を送付します。詳しくは広報反応4月1日号をご覧ください。お問い合わせは保険年金課電話973-2117へお願いします。環境緑水課からのお知らせです。住宅用太陽光発電システム設置の補助金を交付します。補助金を受けられる方は、これからシステムを設置する方で、市内の既存住宅に住む方、市内に新築住宅または建売り住宅を購入して住む方です。補助金の申請条件は、1、既存住宅はシステム設置工事着手前までに申請し交付決定を受けること。 2. 新築建売り住宅は住宅の引き渡し前までに申請し交付決定を受けることです。補助金の額は設置する太陽電池の鋼床最大出力値 1kW あたり3万円で、上限は 3.5kW です。申請受付は4月17日水曜日からです。詳しくは市ホームページまたは各地区行政センターにありますパンフレットをご覧ください。お問い合わせは環境緑水課電話973-2125へお願いします。廃棄物対策課からのお知らせです。リユース品販売会のお知らせです。日時は4月19日金曜日午前10時から正午、午後1時から3時です。会場はクリーンセンターです。販売されるのは家具類が中心です。家電製品、自転車の取り扱いはありません。お問い合わせは廃棄物対策課電話973-1166へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所広報情報課でした。市からのお知らせは広報飯能のほか、飯能市ホームページまたは飯能市公式携帯サイトからもご覧いただけます。また飯能市ホットメールではメールアドレスをご登録いただいた方に市からの身近な情報を随時メール配信しています。市携帯サイトからご登録いただけます。ぜひご活用ください。